暗く沈んでいた毎日に、ある日光を差し込んでくれる人が現れた。彼氏ができた。今日はありがとうね。ああ、うん。すっごい楽しかった。なんかごめんね。ゆっくりできなくて。あ、家族に、うん、夜ご飯作んなきゃいけないの。あ、いいよいいよ、全然気にしないで。どうして？いや、ちょっと家の前だし。そうだよね。あのさ、今度お父さんにご挨拶言ってもいいかな。え？いやでもなんか、じゃあ頼んどいてね。じゃあまたね。じゃあね。今のん？これねえ、何やってんの？お兄ちゃん今見てたの？おいよ、そんなさ、覗くみたいなことしないでよ。いや、覗くとかって、いや、あ、なんかでもいいやつそうじゃん。これ、ありがとう。見せたいものあるんだけど。ん？見せたいもの？どうして？いや、ちょっと家の前だし。そうだよね。
あのさ、今度お父さんにご挨拶行ってもいいかな。じゃあ頼んどいてね。じゃあまたね。じゃあね。沈んでいた毎日に、ある日光を差し込んでくれる人が現れた。彼氏ができた。今日はありがとうね。うん、すっごい楽しかった。なんかごめんね、ゆっくりできなくて。あ、家族に、夜ご飯作んなきゃいけないの。あ、いいよいいよ、全然気にしないで。